避難完了にはまだ時間がかかるだ。巨人から住民を守り抜くぞ。私も行こう。狙う。アッカーマン、住民に近づく巨人を排除しろ。班長、別の機関士が接近してきます。くそ、また住民に向かっていくぞ。しのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。何？おい待て、アッカーマン。私にはこの世界に帰る場所がある。エレン、あなたがいれば私は何でもできる。怪我はない。ならすぐに動く。
やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、今は感傷的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。やってやる。死んでたまるか。頼んだ。私も行くよ。よし、俺たちも続こう。待て、コニー、これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。蹴散らしてやる。生きられる。どうして？味方が苦戦している。行かないと。私も行きます。今度こそ頑張りますよ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。もう一押し。もう終わりだ。邪魔しないで。
潰す。頼む、一度教えて。分かった。このままじゃ、もう捕らえて、捕らえた。頼む、分かったぜ。蹴散らしてやる。本部奪還のため仲間が戦っています。ごめんなさい。加勢してください。分かった。みんなやるぞ。カッサバイデン、俺たちはみんな食われちまうんだ。協力してくれ。今本部奪還作戦を決行中なんだ。本気なの？分かった。みんな行きましょう。これはかなりまずい状況だぞ。本部の中に飛び込めるかもしれない。でも周りにいる巨人の数が多すぎる。いくら味方でも無茶だよ。本部が危ない。もう長くは持たないぞ。蹴散らしてやる。捕らえた。邪魔しないで。
潰す。邪魔しないで。死にたくなければ協力してください。私たちと一緒に本部に乗り込みましょう。うん、よし、みんな本部を取り返そう。ミカサはどうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつもみたいな冷静じゃない。このままじゃいずれ。ミカサ、この世界は残酷だ。そして
ても美しい。いい人生だった。戦え戦え戦え。ごめんなさいエレン、私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわー、巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。